名古屋市立嵐子小学校は、名古屋市中川区中郷4丁目にある公立、小学校。生徒数は、約1000人で、良い子は軽く仲良くよく励むが公訓である。1907年1月1日、従来の送り屋人城高等小学校、嵐子人城小学校、市柳人城小学校の各小学校が廃止され、嵐子人城小学校として統合された。 学校ではこの日をもって創立日とみなしている。実際の統合は1910年に、それぞれの旧小学校に置かれていた仮教場が廃止され、現在の高知において本校舎がなったことによる。前身となった三国屋神城高等小学校は、嵐子、村大技内入れ、嵐子神城小学校は同村、大技嵐子、市柳神城小学校は、 同村大技中島神殿にそれぞれ存在した。いずれも1906年の町村再編の際に、嵐子村の学校となったものである。それ以前は、三栗屋神城、高等省については、三栗屋村、一柳神城小学校については一柳村の学校であった。1921年には、合併に伴い名古屋市嵐子神城、高等小学校と名称を変えている。 1941年には国民学校令による名古屋市嵐子国民学校、1947年の新学生による名古屋市立嵐子小学校となり、現在に至っている。戦時中には岐阜県中津川市前林寺に集団疎開を実施しており、戦後の1966年7月3日には当時の教師、児童が当地を訪れ社音会を行った記録が、 残っている。1969年には高知に名古屋市立荒子幼稚園が開設されている。また、1973年には野田文校が名古屋市立野田小学校として、1976年には中島文校が名古屋市立中島小学校としてそれぞれ分離し、1978年には学区の一部が名古屋市立後丹田小学校に分譲されている。 愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は、以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日、現在、中川区のうち、嵐子町、嵐子2丁目、嵐子4丁目、嵐子5丁目、荒中町、内出町、内出2丁目、内出本町、田中2丁目、小木町、高畑2丁目、高畑3丁目、 中子一丁目、中子二丁目、中子三丁目、中子四丁目、中子五丁目、中須町、中花町、北家ケ西町、マトバ町、若山町の全域及び、内出一丁目、田中一丁目、吉良町、小塚町、西米町一丁目の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立一柳中学校となっている。 ありがとうございます。